もピヨキングです。皆様明けましておめでとうございます。それじゃあやっていこうか。いや新年迎えたからといって別に喋ることなくない？まあほとんどの人がいつもと変わらない日常を過ごしてたと思うんですけどね。あえて言うなら豪華な番組があるからそれを見てたみたいな。でもね、僕んちテレビないのよ。お前あの番組見た？あ、見た見た。あそこめっちゃ面白くなかった？あそこめっちゃウケたよねみたいな話を動画でしたいけど全然できないのよ。だからこのチャンネルはいつもと変わりませんよ。それじゃあ今日のタロルコース、ザ・ノーマル地域主マンション、それは普通のお宅のようなマンションっていうことです。ただ単語を並べて言っただけ。それじゃあ早速やっていこうか。クリア率は 1.33%。 いや小さい頃とかさ、お年玉もらって新しいゲームソフトを買いに行くのが一番の楽しみだったね。それが今じゃああげる方ですよ。なんだお年玉とかいうシステム作ったやつ、消せ。たまにいるよな、もらうだけもらっといてあげる方だったら文句言うやつ。じゃあここは土管に入っていこう。土管に入れませんね、開幕ボケーラー。そして今日はね、多分だけど新しくする制作者さんのコースなんですよ。いやそういうのね、めちゃめちゃ楽しみだよね。どんな罠が仕掛けられてるんだろうみたいな。さあさあ、見たことない罠を僕に見せてくれ。ハイプ CP1。 ハイプってなんだろうな。でもとりあえずこの先に CP1 があるみたいな。いや早くない？いやマジであんじゃん CP1。え、これ取れるかな。床がありますみたいな。ありますね。そして CP1 が取れる。え、なになに、めちゃめちゃ CP1 取れた。え、怖いんだけど、こんなに中間ポイント取るの早かったらさ、ピンクコインコースかと思ったらそうでもないし、中間ポイント2までめちゃめちゃ長いとかそういうのはやめてくれよ。僕はここで何もしない。裏にキノコが隠してるとか思ったらそういうわけでもなさそうだ。クバクラ信用していいのかい？頼む、乗せておくれクバクラ。うん、大丈夫。何遊んでんだクバクラ。いいね、今日も楽しい罠がたくさん待ってんじゃないの。じゃあ下から叩きます。で、ツタン登ろうか。お前は一生そこでモチモチしてろクバクラちゃんよ。で、マスターソード取るでしょ。で、右になんかいるんだよな。これさ、パン壊した瞬間襲ってくるみたいな。だから壊してガード。で、何もしてこないのか。あ、まだいんの。ちょっとビビったじゃねえか。じゃあ上に行って、うわここ罠に引っかかりそうな予感しかしねえな。スネークブロックに乗って右ダッシュ、いやあえてスネークブロックところで止まってみようか。はだー、右ダッシュする。これドッスに当たりそうな予感しかしないんだよな。でももう分かったぞ、ピースイッチを発動させて左に逃げます。そしたら先に進めるっちゅうもんだね。このブロックが特に何もない。今のリフトは何だったんだろうな。あ、こっからピンクコインコース開始みたいな感じ。まあ、どっから行こう。一番下からとりあえず行ってみようか。上に連れて行くなって。え、何この知り耐久みたいなやつ。いや絶対そうじゃんこれ。え、ちょっと待ってくれって、こんな運ゲーじゃん。これさ、もうきちんきちん、どうしようこれ。いける。いや、いけねえ。もうそっからこんなことさせんだって。もう全然乗れないじゃんか。これ制作者いけんのか。これ絶対難しいって。これずっと喋りながらやるの無理だよ。もうやだ、助けてみんな。もうそっからこんな、もうここがこの2個くらい。ちょっとさ、これ攻略法を見つけるまで飛ばしていいかな。いや、ここでここでジャンプ、いや、ここに乗させろ。これさ、普通に言ったらめちゃめちゃ難しいと思う。多分法則があるんだよ。そして簡単に行けますみたいな、多分ね、タイミングを取りやすいやつがあるはず。ねえな。どうしようこれ、本当に難しい。あ、わかった。これさ、青ブロック乗るじゃん。とりあえず青ブロックに乗ります。そして赤、ここ乗させて、そして赤ブロックに乗って左上にジャンプ。これで行きそうじゃない。まずこの青ブロックに乗るとさえマジで難しい。もう赤か青か、もうダンチみたいな。何言ってんださっきから。みんな落ち着いてきたね。青、赤からの針、それで行こうか。多分ね、この青にさえ乗って赤よっしゃー、釣り耐久ベンチを舐めるぞ。いや今の自分で言うけどさ、めちゃめちゃ上手くなかった。じゃあこれはどっち入ろう。もう上から行こうか。上の土管入れねえな。じゃあ下は、下も入れねえじゃねえか。じゃあ結局一番下の土管しか入れませんと。いや今の知り耐久マジでめちゃめちゃ上手かったような気がするんだけど。じゃあ左、うわ右のからの甲羅取らなくちゃいけないのか。とりあえず取ります。取れる、普通に取れたね。でここは死んだふりで行けばいいのかな。え、左は今のデンサーは無事でいいでしょ。
で、ここは右に、いや、これさ、右に土管3つあるじゃん。そこにツタがあると思うんだけど、あれゴールだと思うな。とりあえずこれ右の土管まで一直線で行くわ。ゴー、ドタタ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 、どうなってんだ。オンフをして塞がれたってことは、ここは何もしないでいいってことだよな。このまま右に行きゃオンフは変えてくれませんね。みんな新年早々申し訳ないんだけど、マジで今日ろれつが全然回んないね。だからなんて言ってるか分かんない時あるかもしんない。これ何回ぐらいオンフすればいい？もう一回ぐらいしとこうか。とりあえずそうして土管に入ります。テレサ邪魔だな。さっきは倒せたんだけど、さあここで、うわ、どっかあ、え、い、う、え、お、あ、完全に忘れてたぜ。ここは左足まで大丈夫なんでしょうね。隠しブロックはないみたいで。で、このカロンの裏にね、チョロプーが隠れてるのが見えるよ。でも僕は踏んでみせる。お前なんか倒してしまうぜ。で、このブロック壊すんじゃない？いやいや、待て待て、そんな早とちりはするな。ここでヒップドロップするか。もしくは左のパワーブロックの方か。僕は左の方だね。こっちが正解だ。いや、ちょっと脱げよ、そこ。左だ！よっはっはっそっちだと思ってたよ。あんなヒップドロップするところは怪しすぎるもんな。さあ、ここの土管反対っていうのがちょっと面白いんだけど、ここのキノコ叩いてみる？特に何もならない。うわー、これはもう蹴るしかないよな。蹴って、どうしよう。とりあえずこの場所で待機しておこうか。え、どっか行ける？どっかに行けるね。あ、この上しかない。そして押されて押されて下に出てくるっちゅうことなんじゃない？いや、絶対そうだと思うよ、やっぱりね。で、このまま右に進めと。いや、面白いね。いや、ちょっと待て、これ P スイッチずっと鳴るパターン。いや、違う違う、上のブラバがやられてくれるから、この P スイッチはなくなると。さあ、土管に入っていこう。え、今日のトロールコースめちゃめちゃ変わってるね。ここは右押し一本、いけるわけねえだろ。こっから先がマジで分かんないんだけど、とりあえず土管入ろうか。右押し一本はダメだった。あれ、なんかさっきと違くね？ちょっとちょっとちょっと、いや、多分しゃがんでおけってことか。これも知り耐久じゃねえか。うわ、なるほど、さっきと違うパターン持ってきやがって。くっそ、このバリバリ邪魔すんじゃってお前これどう行くんだ。ここか、ここか、ここ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 だゴリ押し破り。これしゃがんでさ、もう適当にこうやってやったらいつか勝手に行けるんじゃない？そうだろう、もう頼む、行かせてくれって。いや、行けそう行けそう行けそう、もうちょっと、もうちょっと、もう頼んで、制作さん、もう許していつ行けるんだい。ここの時、僕が痛い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 、もうやめてくれて。いや、でも丸々地帯は抜けたくない。で、こっからこのオープンタッチを抜ければ大丈夫。ちょいちゃんで行こうか。ちょいちゃん、もう新年早々さ、何度も死に耐久を持ってくんだって。絶対今年大凶だよ。なんで今度は針だと。え、マジでわかんないんだけど、1回目針だったじゃん。で、2回目死に耐久の場所で、3回目針。じゃあ次は死に耐久の場所ってことかな。今度こそしゃがみを失敗。いや、今度そうだそうだそうだ、ギャー、なんでそっちに行くんだよ。しゃがみを失敗したじゃねえか。多分これ1回1回変わってるんだ。だから次は針だと思うよ。ほらほらほら、だから次は絶対あの土管入ってみせる。これすごいね、入ってる土管は一緒なのに行き先が違うって。マジで作り方どうやって作ってんだろうと思いますよ。さあ、そろそろ中間ポイントに会ってくれてもいいよ。ゴールか、やったいや、まさかの中間ポイントにないパターンか。いや、それでもすごい面白いコースだったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ作るコースはこのコース、死に耐久名人を舐め腐ったコース。説明文にあの発狂系ド M YouTuber を舐めたコースです。ただ寝はいいから簡単だと思いますって書いてるんですよ。舐めんな死に耐久名人を舐め腐ったコースってなんだ。いや、これはね、 X で挑戦状としてきました。で、サムネを見る感じ、お前魚、俺ブンブンって書いてるから、僕は魚なんかな。で、この方はブンブンのつもりなんかな。まあやっていこうか。クリア率は 0.00%、 上等じゃねえか。どんな死に耐久でもクリアしてみせるさ。で、このコースね、もう削除されてるらしいよ。バッグがなんか使ったんかな。いや、ザバーねもうそういうの出すなって。ただ死ねばいいって言ってたけど、最初のあの魚にやられたら、いや、まあまあダメだよな。とりあえずこの中間ポイントを取って、この5つのコースを行けっていう感じかな。え、これでやられろみたいな。え、ちょっと待って、マジで意味わかんないんだけど。あ、右の方に行けっちゅうことか。死ねばいいって書いてたから、こいつらに当たるだけで簡単にやられるんだけど、多分右下のピンクコインを取らなきゃいけないんだろうね。うっせぇ
そのために最初魚設置してたのか。これさ、やられればいいだけっていう意味が全然わかんないんだよな。ピンコインを取って多分もっかいね、いや隠しブロックがあるとか、多分もっかいね、左のドアに入らなくちゃいけないみたいな。まあとりあえずそれ取っていこうか。ここでピンコインを取る、いやここ一旦落としておこうか。落としてピンコインを取る。どうやって取る？多分ね、このボブ兵を落とせば取れるみたいな、そんな感じなんじゃない？どうしよう、あれめちゃめちゃ取りにくいね。とりあえずもう一回ボブ兵グライダー落としてピンコインを取っていこうか。で、あのドアに戻ればいいんじゃない？ボブ兵がたくさんいんな。ちょっとボブ兵どんなって、下取れないじゃねえか。やばいやばい、これ下に降りれなくなるパターンなんじゃない？早く下に、ちょボブちゃんどっか行って。そして、いやいいよ、あそこにボブが行けたのはいい。でこいつらに当たんないようにしたいのにゃ。これね、戻る時が結構むずいのよ。ピンコイン取るでしょ、そしたらさボム兵がたまるじゃん。いやこれいけるんじゃない、ここでボム兵倒す。で左行け、やった。今第一ステージクリア。で次どこ行こうか、左上に行ってみます。今度はどんなんだい。雪玉が出てきた。雪玉を右上のオンオフに当てろってことかな。まあ、これは簡単だよね。でここ、いやブブーじゃねえんだよ、これもしかしてビンゴー。中間ポイント取ってないから全部をノーミスで成功させるって感じだと思うんだよね。だからピンコイン取ってないと思うけど、もう全部最後に集めてくるわ。じゃあここでピンコイン取ります。でもう一回オンオフをしろってこと、もう一回オンオフしてやられろってことかな。でもそれだったらピンコインが全部集まんないような気がするんだけど、とりあえずこのクリボーを倒しておこうか。クリボーを倒しのこのブラパにやっぱやられるしかないよな。え、これでここは終わりってこと？ちょっとさ、左上まだよくわかんないからとりあえず右下行ってみるわ。多分あれで終わりっていうことだと思うんだけど。ここはどんな知りたい球大、とりあえずオンオフしてみようか。オンオフします。でこの赤ブロックに乗せていけっていう感じなんじゃない？でもかオンオフ、いやうまっ、これは全然余裕だよ。見てて、ここでオンオフオンオフオンオフで、こいつを当たれば終わりっていうことなんじゃない？お前カポンすんだよ、絶対カポンすんだよ。いやマジでバントじゃないんだって、ガポーじゃないんだよ。いやまだチャンスあるもんな、この状態で当たればいいだけだもんな。さあ当たってくれ、よしよしよし、これでクリアだ。さあラスト、右上のドアに行こうか。ここはどんな知りたいっけ、なにキノコを取っちゃダメだったのかな。左上キノコダメって書いてるもんな。これ右下は、右下はいけない。ダバダバじゃないんだよ。ここはね、分かっちまえば簡単なんじゃない。とりあえずジャンプして避けます。そして下に行けばもう終わりっていう感じなんじゃないかな。右行ける、右に行って行っちゃって、これで当たって終わりか。じゃあラスト、左の土管に入っててみようか。これでゴールだとは思うんだけど。いや違うね、これピンコイン全部集めてこいってこと？ピンコインを取った状態でさ、ドアの戻り方が分かんねえんだけど。いやしかもよく分かんねえしさ、これどうすりゃいいのよ、これ。もう一回最初からやり直しせってか、ふざけるな。いや絶対ここどっか鍵あるって、隠しブロックがないか設置してんじゃないの。だってどう考えてもさ、ピンコインが取れそうになかったから、この辺全部探ってってみるわ。絶対隠してると思うよ。一番右とか怪しくない？この辺はまあなさそうだよな。一番右とか多分あると思うよ。まあそこまで全部探しててみよう。ここだろ、ない。え、どこにあるの？この土管の上とか探してってみようか。なるほどね、こんなとこ隠してんのか。じゃあ扉に入ります。で右下の扉じゃない、ゴールは中間よし。でこれは何、下でいいので、最後にあのドアの方に戻れてか。え、なになにこのトロールみたいなやつ、急にそういうのやめろ。知りたいきゅんじゃねえよ、これはもうトロールじゃんか。まあいいや、次こそゴールしてみせる。とりあえず右ダッシュしてみようか。右ダッシュしたら大丈夫ないよ、パウがないと倒せないんだよな。あ、右の四角の枠か、あそこにパウがありますみたいな。ちょっとそっち行ってみようか。今降ってきたな、パンが。これはなんだ、なんもないかい。でももう分かったもんね、右の方に行っとけばいいでしょう。邪魔なんだよお前は。落ち着け、しっかりと見極めるんだ。バックが上に行った時に右に行く、これで大丈夫だ。さあ、あとはパンを待つだけだよ。確かこの辺に落ちてきたよね。ここでしっかりと絶対に持つ、そしてこのブラパンを倒してゴー。よっしゃー、もう俺に立てつくんじゃねえぞ制作者。
いやめちゃめちゃ言ってますけど、すごく楽しませていただきました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ簡易一発ネタ。説明文に難易度星1、久しぶりに何か作りたかった。これね、サムネを見る感じクリーボーが3体しかいないのよ。だからそのクリーボー3体を倒してゴールしろっていうコースだと思うんだけど、ただそんなにヤバくねえよな。クリア率がそう言ってるもん。クリボーの下に雲があるけど、それが怪しいんだよな。まあやっていこうか。クリア率は 1.57%。 どうする、これで本当にクリボー3体倒して終わりやってる人たちのさ、テクニックを疑っちまうよな。それでクリア率が 1.57% だよ。まあとりあえずこのクリボーを倒していけっていう感じなんだけど。あー、なるほど、隠しブロックか。じゃあまずどっから隠しブロックがあるか調べてみようか。この辺は、この辺はない。ゴール前はあるのかな。ゴール前もないよ。じゃあクリボーの上しかないんだろうな。まあとりあえず1体踏んで、ここも上そんなとこまで仕掛けてんの。え、じゃあどうすんのこれ。クリボーを踏んで、はいはいはい、攻略を見つけたぞ。今日は攻略を見つけるの早かったね。だからこのクリボーを3体一気に踏んで、針に当たらず右のゴールのところまで行けっていう感じだと思うんだよな。だからちょやりたいこと分かったでしょ。でもそれがマジでむずいのよ、このクリボー。ちょこれはタイミングの問題だね。どのタイミングで行くのがいいんだろう。もう適当に行ってみるか。やったいや意外と適当にやっていけるもんなんだな。多分本来はね、もっと難しいと思う。たまたま運よくいけただけだと思いますね。いや素敵なコースありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。